Hello， 大家欢迎收睇 Game HK。咁今集咧就系第二集嘅闪之轨迹啦。咁我哋就继续上集咧，我哋啱啱行完第一个地图啊。咁我哋而家继续行埋落去，睇下会唔会究竟有啲乜嘢先。希望我呢个唔会又是半个钟一集啦。啊，我谂起我啲咩要整啦。我想去一去 setting 整少少嘢啊，大家等等，上下反转左右 OK 嘅，哎，而家舒服好多，佢如此反转啊，傻傻地嘅，圣灵药，圣灵药好似真系万能药咁解，哎呀！好，我原本想偷袭佢噶。邪魔をするな。咁斩唔系办法喎，战技斩晒两只先。扣咁少嘅？咁打法唔掂喎，激励直线 S 斩晒你哋，我有啲后果揾黑难度，点算？佢仲有七百几，好了结一隻先啊！斩你！再斩你！哎呀，唔死！斩咗佢先算。唉，搞掂！死啦！咁样多多药都唔够用喎。睇嚟我要匿埋嚟升 level 先得。我需要呢个匿埋升 level， 如果唔系咧，大家会睇得好辛苦啊！升完 level 先有得补。其实有一个问题啊，就系咧点 save 噶？好似系三角形 save 哦。System， 耶、yeah。好啦，前面咦咁太好，有事发生。究竟今集我可唔可以落到去呢？やっぱり。見覚えがある。以前ユン老師に連れてきてもらった場所だ。それって確かあんたの剣の師匠っていう？ああ、ユンカーファイ老師。可会不会加入啊？八王一刀流を開いた剣仙とも呼ばれる人だ。この辺りは5年くらい前に老師に修行で連れてこられた。俺の故郷ユミルから。数時間ほどの場所だったはずだ。咦，今日咪即系会翻到故乡先啊？那よかったわね。なんとか日没までに人里にたどり着けそうな感じじゃない。あ、急いで向かおう。到着したらすぐにでも状況を確かめてみないと。この地響きは。この気配近づいてきているのか。唔通打 boss？ まさか。
哇，好惊喎！咩嚟嘅呢只？咁样衰嘢？魔王兵。佢把剑好钝，崩晒嘅。暗黒時代の魔導のゴーレム。凄まじい戦闘力を持っているやつよ。どうしてこんなところに？我有啲惊添，够唔够打呢我？一旦逃げるわよ。生身で戦って勝てる相手じゃないわ。咁即系打定走啊？そうかもしれない。だが引くわけにはいかない。你系咪傻噶？あんたね、ただでさえ本調子じゃないでしょ。そんなのは知ったこと。啱啱升完 level 啊，敷晒噶。ここを乗り切らない限り、みんなのところには戻れない。だったら全力で立ち向かうまでだ。佢头先叫声好似便秘咁。好啦 ，S 壁，准备一下先吓，我哋先用剑技打。哎呀，唔得，用剑技咪扣 CP 咯，唔得，我哋用魔法先，烧下你。哇，扣成千噶！睇嚟佢又多过一万血喎，先斩你先。嘿嘿，系咪好奸呢？点呢？七千几？哇，好彩唔中啫！喂，点算啊？咁样，哇，好彩佢啲都几慢喎、啊，佢剑技。好啦，我哋加少少 SDR 先，应该咁会打痛啲嘅。不过我都俾佢打到痛。斩你！咦，斩好会用魔法喎、啊！唉，兜长命啊！而家好彩打完佢又到我啫。回血，回血，咦唔系喎，回 EP 啫喎。哦，阴公咁打法仲系仲得了嘅，可唔可以整停佢咧？30% 魂蝎，30% 嘅焰伤，用呢个啦。你晕唔晕啊？睇嚟機率技術唔過，繼續斬。跟住我要回血啦。究竟要打幾耐咧？呢只 boss？我哋储好 CP 之后就嚼佢。喂，点解越扣越少噶？佢仲有几多血啊？咦，差唔多咯。耶、yeah ！咦，完啦？佢唔系会死嘅咩？
你唔系 coma 啊嘛？好惊噶！喂，做咩啫？我够打喎！啊と少しでユミルだって言うのに。好、哦，做咩啊？セリーヌ，你怼冧埋佢啦！哇！我以为又是这个女主角赐我力量咁添。これってノーバルアーツ。クエ、エクスクルサイド。咩人呢究竟系？佢跪低啦，跪低啦。咦？搞错啊！做乜唔炸死佢啫？助かったのか？今のはリン様。は？リンさん。は？系咪啲女主角嚟晒啊？間に合ったみたいだな。とにかく無事で何よりだ。え、本当に急いだ甲斐がありましたね。好啦，呢两个金发，究竟呢个系咩发呢？紫色。リンさん、お怪我はありませんか？アルフィン殿下、トバルさん、それにリン兄様。我想问系咪我色盲？明明佢个颜色系紫色嚟嘅，点解会系黑发嘅？你曳啊！你染发啦，染咗紫色。この子はエリゼ。啊，女主角，咦唔系喎，嗌佢哥哥嘅喎。嘘，嘘みたいだ。まさかこんなところで会えるなんて。兄様、今は喋らないでください。手当てをしたからすぐにユミル。よかった。本当に無事で。でもどう？おう、跪低咗。その時、薄れゆく意識の中で、俺の脳裏には声が響いていた。鋼鉄のように重々しくも。どこか懐かしい呼び声が、それはまさしく俺を運命の螺旋へと誘っていたのだ。係咪個機械人同你講咧？你留低咗佢啊？何時力を求めるか。好啦，故事推进咗一日。个公仔好好笑啊！ここは点解有人喺度瞓嘅？瞓喺边呢？啊！セリーヌか。それにやっぱりこの部屋九成系你间房啦。
温泉郷ユミル、また帰ってきたんだな。少しぼんやりしているけど、じゃあ峡谷でのことは。你唔系有失忆啊嘛？何よ、寒いわね。って、あんた目を覚ましたんだ。ああ、ついさっきな。そっち。まあね。ついつい二度寝しちゃったけど。エリゼ、そのおはよう。幾靚喎，我覺得佢個衫咧應該加翻對貓耳，咁啊正啦。って、そろそろ昼になりそうだけど。梗系醒咗啦，唔系点会企喺度啊？本当に良かった。デートがあんなことになって、兄様も行方が分からなくなって、私。咦？佢讲咗两次啫喎，点解个婚仪有三个嘅？エリゼ。心配をかけてしまったな。いいえ、いいえ。私信じていましたから。兄様がきっと無事でいるって。お帰りなさい、兄様。ああ、ただいま。本当にありがとうな。朝からお暑いですわね。我相信呢只系一只后宫游戏。姫様、おはようございます。リンさん、エリゼ。あ、お邪魔させてもらってるぜ。アルフィン殿下、トバルさんも。やっぱり夢なんかじゃないんですね。もちろん現実ですわ。抱きしめたエリゼの感触が何よりの証拠じゃありませんか。まあ、乜嘢遊園先。もう、姫様。なあ、目を覚まして何よりだ。どうだ、体の調子は。どこか痛むところはないか。お前さん、あれから一晩眠りっぱなしだったんだぜ。ええ、とりあえず大事はないみたいです。トバルさん、助けていただいてありがとうございました。あのアーツはなかなかいいタイミングだったわね。面魔法。一応お礼を言っとくわ。どういたしまして。哦，原来头先救佢嗰下。とにかくお嬢さん方を泣かせずに済んで何よりさ。トバルさん。又有一个。父さん、母さんも。喂，冇配音嘅喂。你揾个二打佬去配下，唔好咁难啦、啊。哇，几靓喎！呢个咁嘅小镇，去度假一流啊！
咁点啊？要打退晒佢哋啊？一个人啫。咁、又系啲最关键时刻出嚟救人嘅喂。唔好咁懒啦，俾翻啲配音我啦。唔通我帮佢配咩？点啊？系咪毁灭咗啊？唔系骷髅就战死噶啦！可做得甩？艾玛系边个？系咪女主角啊？又要见下啲乡亲父老，唔使啦，有正经嘢要做喎。其实佢想陪你行噶，你唔好咁啦。好啦，咁序章就嚟到呢度先，咁我哋今集都完啦。下集再会，多谢大家收睇，拜拜。